ちょっと不穏だよな。冒険者協会からの依頼がどんどん増えてるけど、アビス関連のやつばっかりだぞ。待ってるだけじゃダメだ。何か手伝えることがないか見に行ってみようぜ。言われるように、生きとし生ける者の意志は全て尊重されるべきです。ありがとうございます。ちょうど冒険者協会も手が回らない状態でして。お気になさらず。冒険者の皆さんはいつも重要な戦力になってくださっています。今の状況では一致団結しなければ。無事協力関係を結べたので、今まで集めてきたアビスの情報を後ほどお届けします。その時にまた人員の配置を確認しましょう。はい、よろしくお願いします。また新しい依頼があったみたいだな。こんにちは。ちょうどお知らせしたいことがあったんです。エンジン様は人員を集め、ナタの各地に配置し終わりました。最近は頻繁にアビスが侵入してきていますから、今まで通り情報が入ってから行動するとなると、どうしても後手後手になってしまいます。そこでエンジン様はカガリギの民と冒険者協会の情報網を利用しようと考えられました。ナタの各地の動向が分かり次第、私たちが最新の情報を近くの駐屯地に送れば、そこにいる戦士たちが即座に動けるというわけです。はい、これで私たちもあちこち奔走せずに済んで、情報収集に集中できるようになります。お二人も最近は大変だったでしょうから、あまり気を張らずゆっくり休んでくださいね。なるほどな。よかった。やっと一息つけるぜ。わかってるって。別に今すぐ5しか寝るなんて言ってないだろ。アビスの動きは予測しにくいもので、過去には急に活発になり始めた時期もありました。人々にとって、あれは突発的な天災みたいなものです。しかし、災いが過ぎ去れば、きっといつもの日常を取り戻せるでしょう。そんな日が早く来るといいですね。そうか。世間の人たちは、まだ八神の国がやばいって知らないのか。あれ？旅人さんにパイモンちゃん。こんにちは。カチーナ、体調はもういいのか？うん。それに今は家でゆっくりしてる場合じゃないでしょ。私も何かしなくちゃって思って、ちょうどエンジン様が野外に駐在する選手を募集してるって聞いたから応募してきたの。え？最近あなたのことをよく聞くんだ。みんな頑張ってるんだから私も頑張らないとって思ったの。あ、そういえば白根お姉さんがね、コミーに取り掛かる準備ができたからいつでも来ていいって。ついに伝説のコミーの職人とご対面か。それにしてもコミーが作れるっていうのは本当に不思議だよな。白根お姉さんはすごい職人なんだ。コミー以外にもいっぱい面白いものが作れるんだよ。依頼人が多すぎて毎回すごく待つことになるんだけどね。でも今回は集中するために特別に時間を空けてくれたんだって。応募はできたし、もうお知らせを待つだけだから、よかったら一緒に行かない？落ちるってことはないと思うし、多分
お前は余剰者の戦争で勝った立派な戦士なんだから、もっと自信持てよな。そんな。恥ずかしいよ。波を追いかけて走ったことある？やってみたい。やってみようよ。ほら、今すぐ行こう。一緒にいい感じの海辺を探して。ことは聞いてるよ。すごい勢いで有名になったって。異邦人なの？うん、オイラたちはあなたに来た旅人だ。いや、コメが必要なのが異邦人だなんて聞いてなかったんだけど。エンジン様から聞いてないの？うん、新しい協力者が現れたけど、その人の身の安全を守るためには新しく米を作らなきゃいけないとしか。米を作るのはかなり難しいって言ってたから、うちの腕を信用してないのかと思ったんだけど。難しいってそういうことね。怒ってる？別に、もう慣れっこだしね。ただちょっと頭を冷やしたいだけ。いつも難題ばっかふっかけてくるから、毎回喧嘩ばっかなんだ。面と向かってやりとりしないのはかえって効率的かもね。あいつがいないってことは、喧嘩になる可能性は根本的に排除されてる。だってあんたたち相手に怒るわけないでしょ。でも頭は分かってるけど、やっぱムカつくわ。異邦人に米を作ることなんてできないって分かってるくせしてさ。そうだったのか。知っての通り、コメは英雄の輝かしい精神を象徴してる。受け継がれるたびにその重さも増してくもんなんだ。コメを作るっていうのは、誰かの英雄的な功績を記録すること。その人はコメの最初の英雄になるってわけ。そうだよ。旅人の冒険者手帳を見せてもらったけど、何でもできるって書いてあったよ。それはナタ以外での経験でしょ。それはそうだけど。そういうのは八神の国に記録されない。そもそも、たとえナタでの経験であっても、異邦人のものは記録されないの。大礼に認められない記憶や経験は、コメの素材にはなり得ない。どんなにすごい職人でも、無から有は生み出せない。そういうこと。大礼って結構厳しいな。
マービカは誰よりもそれを知ってるはずなのに、それでも米を作れって言ってきた。できっこないことを任されたってことか。はあ、怒るのも無理ないぜ。こういうこと昔もあったような。何があったかは知らないけど、白根お姉さんは近くの山を何十周も走ってたよね。そんな話はいいよ。今はどうやって不可能を可能にするか考えないと。もう納得しちゃうのかよ。じゃあどうすればいいっていうの。もう決まっちゃったことだし、マービカはエンジン様だよ。命令に背くわけにはいかないでしょ。そういう要望を出してきたってことは、あいつの計画ではコメが必要不可欠だってことで、うちの腕なら何とかできるって思ったわけだ。うちを信頼してる証とも言える。自分を説得しにかかってるぞ。そうだね。何か方法がないか考えよう。もしできなかったら、エンジン様に正直に言ってみるとか。重要なのはどうやって大麗に旅人のことを認めさせて、その功績を記録させるかってとこだよ。前に八神の国に行った時、大麗の声が聞こえたよな。ってことは大麗とは交流できるってことか。もし大麗に連絡がついたら説得したりできないのか。部族にはそれぞれ信仰する大麗がいる。連絡するってなると、どの大麗に連絡すればいいんだろうね。こんなの前代未聞だし、一体の証人だけじゃ足りないかも。そこについてはうちもよく知らないし、わかんないよ。大霊と八神の国に詳しい人に聞いてみないとね。そっちの方向で思いつくのは、名園の主のグラスバーバー、シトラリかな。あ、名前は聞いたことあるぞ。そいつのスピリットストーンのおかげでカチーナの古名を見つけられたんだ。あんなものが作れるくらいだから、きっとすごいやつなんだよな。力になってくれそうだぞ。でもシトラリは結構年がいってるし、変わった性格なんだよね。いつも家に閉じこもってて、邪魔されたくないっぽいし、会うのはなかなか難しいと思う。それに彼女のご機嫌を取れなければ助けてもらえないかもしれないって聞いたし。それは、ん？どういうこと？一回助けてくれたんじゃないの？おかげでカチーナは助かったんじゃ。その代償としてスピリットストーンは一つから二つになったんだ。やってくれるよマービカ。こんなたくさんの難題をいっぺんに押し付けてくるなんて。それならマービカからの重要な命令って体で言って、シトラリがエンジン様の顔を立ててくれることを願うしかないね。手紙はうちが書くよ。手紙の内容もそうだけど、届けてくれる人も取り持ってくれるような人だったらもっといいんだけど。じゃあキーニチお兄さんに頼もう。キーニチお兄さんは状況を一番よく分かってくれてるし、シトラリおばあ様とも仲が良さそうだから。キーニチ、アハウをちゃんと閉じ込めておいてくれるといいんだけどな。うん、いいやんだね。キーニチは交渉に長けてるし、いい感じに空気を読んでくれるでしょ。よし、じゃあ今すぐ呼んでくるね。手紙を書いてくるからちょっと待ってて。後で七天神像の近くで落ち合おう。
また会ったな。カチーナから状況は聞いた。シトラリに手紙を届けて説得してみる。ちょうどスピリットストーンの件は説明して謝らないとって思ってたしな。厄介事を任せちゃってごめんね。シトラリとの付き合い方を分かってるのはあんただけだからさ。気にしないでいい。みんなエンジン様の計画のために頑張ってるんだからな。それにナタの状況がどれほどひどいかってことはここにいる全員が知ってる。ってことはカチーナと旅人も知ってるの？うん。過去の英雄が目の前に出てくるのを見たとき、モアラニちゃんはたくさんの記憶と知識が頭の中に入ってきたって言ってた。こっちに戻ってきた後、エンジン様はみんなに八神の国の状況とか、どうして英雄が急に現れたのかについて全部説明してくれたの。そうだったよな。で、エンジンが6人の英雄の話をした時、すでに認められた4人の中にシロネンの名前があったんだ。そういうことなら腹を割って話せるね。たとえ現状が悲惨でも一緒に進んでくれる仲間がいるっていうのは心強いかも。もう一つ情報がある。あの時競技場で隊長を助けた人物についてだが、ほぼ目星がついた。名園の主の出身でオロルンってやつだ。普段は集落を離れ村外れで一人で暮らしている。だから今回の失踪についても部族の者たちはずっと気づいていなかった。シトラリが気づいた頃にはすでにかなりの期間誰とも連絡を取っていなかったらしい。シトラリもそいつを知ってるのか？ああ、オロルンは孤児で名園の主の族長と親切な人たちによって育てられた。だが小さい頃から変わったやつだったそうだ。変わったやつって？名園の主の人ってみんな夢とか啓示の話に夢中らしいから、傍から見ればそれだけでも十分変なやつらだけど、そんな部族の中で変わったやつって呼ばれるぐらいなら、直接会ったことはないけどよっぽど普通じゃないんだろうね。まあそういう点ではオロルンとシトラリはちょっと似てるかもな。だから二人は気が合うと思う。なるほど。シトラリは引きこもりなのに、なんでオロルンが失踪したって最初に気づけたんだろうって思ってたけど、オロルンが自らの意思でファデュイに入ったのか、それとも脅迫されたのか、そこについてはまだわからない。でもシトラリは一刻も早くオロルンが裏切ったわけじゃないと証明したいはずだ。そこを切り口にする。つまりオロルンと隊長の行方を探そうって提案するの？ああ、もしみんなが協力してくれるなら、それは単純なお願いから両者が利益を得られる協力関係になる。エンジン様からの命令を断ることはないと思うが、協力関係を提示すればシトラリもオロルンのことを気に病まずより集中できると思う。おう、スピリットストーンを出してくれたお礼もしたいしな。さすがマリポのキーニチ、筋が通ってる。じゃあ手紙は頼んだよ。2日後競技場で待ってるから。ああ、すぐに届けてくる。キーニチお兄さん、行ってらっしゃい。じゃあ私も帰るね。まだ片付けが終わってないんだ。うん、じゃあこんなとこで。また2日後ね。遊びに行くってのは行くことが大事なの。来てさえくれればあとは全部私に任せればいいよ。
旅人、パイモン。残念ながらシトラリからの返事はまだないよ。ま、こんな予感はしてたけど。え、返信がないってケイニチを無視したってことか。シトラリって結構尊大なやつなんだな。シトラリは一筋縄ではいかない、変わった性格をしてるんだ。名園の主の人も付き合いにくいって言ってる。返信がないのは他の理由かもね。聖火競技場に行って待ってみよう。会えれば話せるかもしれないし。それもそうか。じゃあ行こうぜ。まさか本当にオイラたちを相手にしない気か。よく考えられた提案だと思ったけど、確かにシトラリには答える義務もないしね。だってこれはエンジンの命令なんだぞ。そいつだってエンジンの民なんだろ。民？うちからすればみんなは仲間同士みたいな感じだって思うけどね。マービカは確かにリーダーだけど、そこに越えられない身分の壁があるってわけじゃない。ただ要望を出すときはいつもすんごい期待をかけてくるけど。エンジンは強いのにあんまり尊大なイメージもないし、優しいやつだけど、でもそのグラスバーバってやつは偉いからって人を無視するなんてさすがにひどすぎるぞ。みんなすごいすごいって言うけど結局返信もしてくれなかったんだぞ。来ないなら来ないって言ってくれよ。おいらはそんな年寄りには絶対なりたくないぞ。へえ、そんな風に思ってるのね。うわー、誰だ、急に耳元で喋るなよ。年寄りのおばあちゃんなんだから耳元で囁くのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの。え、シトラリ？お前がシトラリか？お前ってグラスバーバじゃないのか？
グラスバーバって重要なのは黒曜石であって老婆じゃないの。小説でもよくあるでしょ、見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか、子供の体をした魔法使いとか。何その顔、こんなおばあちゃんは見たことない。別に若作りじゃないのよ、ほら厚化粧もしてないでしょ。あー、言い忘れてたかも。シトラリは若いけど、ばあちゃんなんだ。忘れてただけだし、みんなとっくに受け入れてるからさ。失礼だけどさ、いくつなんだ。まあレディーに年を聞くなんて本当に失礼ね。悪かったぞ、あまりにも変わってるからさ。謝りたかったのに、話せば話すほど混乱して、おいらお前がもう来てくれないと思ってつい頭に来ちゃったんだ。シトラリ、呼んだのはうちだから、責めるならこの子たちじゃなくうちを責めなよ。もういいって、そんな真面目な空気にされたら逆にいたたまれなくなっちゃう。さっきの言葉は気にしないで。キーニチが届けてくれた手紙を読んだ時点で来るって決めてたの。でもそう決めたなら、わざわざ分かったって返信する必要もないでしょ。直接来ればいいわけで。でも出かける前にちょっとしたトラブルに遭っちゃって、よくあることでしょ。でようやく着いてみたら、みんな私より早く来てるし、気まずくて出るに出られなくなっちゃったの。さりげなく登場しようと思ったけど、みんなはもう話し始めてるし、どのタイミングで謝ればいいかわからなくて。しかもよくよく聞けば私の悪口を言ってるじゃない。どうしようかと思っちゃった。ふっ、とにかくそういうこと、グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。ばあちゃん、なんでそんな顔するんだ。さっきのが気まずかった反応かよ。名園の主の人が言ってた付き合いにくいってこういうこと？なんか人付き合いが下手っぽいっていうか、挙動不審すぎでしょ。ふっ、とにかく本題に戻りましょう。シロネ、コメを作るのに私の手助けが必要なんですって。うん、今回はかなり特殊な状況なんだ。実は。なるほど、マービカ様は外の人の米を作ってほしいって言ってきたわけ。前代未聞ね。そういえば君たち、オロルンのことはもう聞いているのよね。幼い頃からおとなしい子だったから、ファデュイに入ったなんてありえない。きっと脅されたのよ。おう、オイラたちはまさにそのために。オロルンを見つけてやるから、コメイの問題を解決してくれないか。君、旅人でいいかしら。こっちに来てちょうだい。顔をちゃんと見せて。人々は富のために争いをやめないけれど、君は黄金を超えた。人々は雷帝と怒涛を恐れたけれど、君は海を渡った。
自由を求める疲れた魂よ。最も鮮やかな色彩を持つ緑の葉っぱも君の安らぎを願っている。君から見たものよ。君はみんなが思ってる以上にたくさんのことを経験してきたのね。そして誠実な英雄の心を持って炎と共に暗い夜に入る勇気がある人。あ、動かないで。何かいるわ。なんだよ。おいらを脅かさないでくれ。大丈夫か？知りなさい。はい。八神の国から帰ってきた君の体には魂の残留物がついてたわ。もう払ってあげたけど。幽霊をちょっと連れて帰ってきちゃったってことか？そこまでひどいわけじゃないけど、放っておくと精神が不安定になったり気分が悪くなったりするだけ。払ってもらえてよかったね。お安いご用よ。シロネ、君たちの計画に乗るわ。オロルンを見つけてくれたら八神に会わせてあげる。八神？え、タイルーネじゃないのか？これほど重要なこと、部族の大礼には決められないもの。異邦人に古名を作れるかどうか決められるのは八神だけ。八神は八神の国を管理する古の生命体で、常に聖火の力を借りてアビスの侵食と戦ってるの。なるほど。簡単に言うと大礼よりもすごいってことだよな。まあそりゃそうか。八神の国っていうぐらいだもんな。それはちょっと違う。誰がよりすごいとかって話じゃないのよ。まあ詳しく説明するには複雑すぎるからはしょらせてもらうけど、話を戻すけど、八神が深い眠りについた今、八神の意識とつながる方法は脱魂しかない。簡単に言うと夢を見ることね。脱魂のような儀式を行うにはいくつか用意しないといけないものがあるの。リストにまとめるから準備してくれる？じゃあうちが行くよ。いろいろいりそうだし、地元の人間の方が土地勘あっていいっしょ。よし、じゃあオイラたちはストラリと一緒にオロルンを探しに行こうぜ。相手はファデュイなんだし、くれぐれも気をつけてね。助けが必要になったらいつでもうちを呼んで。うん、無理はしないぞ。こっちはあの悪ガキを探さないとね。今日は遅刻しちゃってごめんね。実は来る前にオロルンの拠点に行って手がかりを探してたの。あの子は一人で暮らしてるんだけど、拠点にある壺が壊れてたの。あの子が飼ってるネンソミツムシの調子もおかしくて、多分ずっと誰も世話してなかったんでしょうね。部屋の中には刃物を使った跡もあったけど、ナダの武器じゃなかった。あれはスネージナヤ人のものじゃないかしら。誰かが部屋に入ってオルルンを誘拐したってことか？でも野外でミツムシを飼ってるだけの子を誰がわざわざ誘拐したっていうの？20代そこそこのあの子をさらってどうするのよ。別にオルルンに火がないって言ってるわけじゃないのよ。でもナタには人が大勢いるのに、どうしてあの子がさらわれたのかしら。まあとにかく早くあの子を連れ戻して聞いてみないことにはね。ぶしつけなお願いをして本当にごめんね。でもオロルンを探すには君たちの手助けが必要なの。オイラたちに任せてくれ。ええ、まずはオロルンが最後に目撃されたところに行ってみましょう。